そしてくれたきっと、やべるべてもしゃあねえべ。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 そんだけとけやっと、やっけ、やっべ、やるしかねえべ。そんな記憶あっけ、あっちからだと。じゃあやるしかねえわ、生きる。あとです、説明します。もう声入ってるけどね、俺は。入ってる、もう入れちゃった。ちょっと遅れちゃったから。ね、みんなお待たせ。加藤雄三の優しい独り言。始めて。イエーイ。はい、皆さんこんばんは。加藤雄三の優しい独り言、今夜は3人でお送りします。諸事情がございまして今スタートが遅れました。大変だったね。大変だったね。大変だったのは加藤さんだけだけどね。そうね。私とキミちゃん遊んでたけど、見てるだけですから。まあそんなことで今日は、こった、死ぬ気で。まあそんなことでですね、今日はあの泣きわめきたいことということでですね、メールを募集しておりますので、どしどし送りください。あ、俺今日さ、これテロップ流すの忘れてた。あ、本当だ、入ってない。前髪変だ。いや大丈夫、かっこいいよ。チャット、あ、動いてる、オッケー、動いてます、ね、はい、大丈夫ですね。お、こんばんなす、あー、こんばんなす、イエイ、こんばんなす、イエイ。はい、メガネマロさん、僕返事まだ遅れてないですけど申し訳ないです。ポンコちゃん可愛いですね。あら、ありがとうございます。どうもどうも、この間あったけど、俺テカってんな、テカってる。ポンコちゃん今日いいね、可愛いね。それ今日いいですか、ありがとうございます。夏っぽい、夏っぽいです ね、 ね、 冬はね、いい ね、 ね、夜は日焼けしないから。さっき、ね、3人ともおっぱいがある話してたんだよね。そう、みんなおっぱいがあるんですよ。俺も胸筋があるから、何の話だっけ。まあまあ今日はあのね、その泣きわめきたいこと。はい、ね、あのーまあ、今ね、もう時の人となりましたが、あのね、この世の中を、ほんとね、人って緊張するとああなんのかね。すげえ、あれ嘘じゃないかな。いや、あれね、耳聞こえなくなってたでしょ。俺さっきこうやってたのは、うんうん、あれね、あ、極度の緊張に陥ると耳って聞こえなくなったり、視野が狭くなったりする。ああ、ああ、それあるね。へえ、そうなんだ。そうそう、頭真ん中だったりとかさ、完全にそれで、うん、で、行動ももう正常じゃないですよ。水飲むのにもこうやってるでしょ。そういうことか。やってた、やってた。なるほど。そうそう、だから、うん、やってた、やってた。あれね、割と、なんだっけ、なんとか心理師、臨床心理師さんが見ても、はいはい、あれはもう極度の緊張でおかしくなってる。あ、で、正常な人間であればあんな泣き方もしない。しない、しない、しない。だからもうね、あれは面白かったね。緊張に負けたんだ、うん、あれはなんか圧倒されました ね、 ね、面白かった。あ、もう俺これキーボードいいね、置いてね。もう ずっとキーボード抱っこしてた。そのわけで、はい、みんなも泣きわめきたいこと、うん、はい、はい、だだっこになりたいことでもいいですよ。要はそういうことだと思うんですよ。そう、そういうなことをね、うん、ぜひメールで送りください、はい、メールの送り方は今来た、来た、来た、ナスアンダーバーウェーブアットマークヤフードットシーオードット JP です。こちらまでお送りください。3人いると迫力違う ね、 ね、やっぱ違うね、うん、2人だとね、いつだと終わるのかなみたいなね。まあそんなことはないんだけど ね、 ね、まあいいね。今日ちゃんとチャットも動いておりますので、はい、ワッキーさん、メガネマロさん、あ、三原キングさんもいるよ。お、本当だ、三原キングさん大丈夫ですか。これから台風来るけどね、これからそうだよね、あの、本当 ね、 気をつけてくださいね、うん、相当やばいらしいですね、今回は。すごいらしい ね、 ね、10年に一度の。でもね、1日ごとにね、うん、気圧下がってるから。そうでもねえの、多分九州越えると少し落ち着いちゃうんじゃないかな。関東来るあたりにはもうみたいな、関東過ぎるぐらいでひょっとしたら熱帯低気圧とか、うん、なるかもしれないですね。だんだんちっちゃくなりますしね、上陸するのね。そう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 。まあでも今はね、うん、めちゃくちゃ今強い状態ですから、はい、ね、すごいらしいよね、はい、沖縄、そして九州の皆さん ね、 気をつけてください。はい、まあそんなことで、これからまあでも三原キングさんのとこは弱くなっても危ないから、うん、そうです ね、 ね、去年も、去年、今年か、去年か、うん、去年ですよね。去年ですよね、うん、そうだから、秋だったね、今年も気をつけてくださいね。はい、はい、まあそんなことで、はい、うん、今週1週間をね、また、はいはいはい、振り返っていきたいなとは思うんですが、うん、はい、皆さん何してたんですか。何しました。した、あ、俺から、うん、なんだっけ、エース栃木、あ、フットサルパークで、はいはい、イベントがあってですね、うん、呼ばれて歌いに行きましたね、うん、
はい、僕と君島大輔さんと、うん、二郎さんと2人でいたね、同じ人ね、今ね。え、僕と君島大輔さんと、僕と君島大輔さんは2人いるよね、同じ人ね、とあと、うん、ココブルーさんと、うん、二郎さんと、あと、ケンポクブラザーズの皆さんで、あら、あの皆さんで、そこもまた同じ人かぶってます ね, かぶってね。で、演奏させていただいて、で、フットサルパークなんだ、菊間は、はい、そう、ミニ、ね、あ、ミニ、でもフットサルか、フットサル、ね、やってるところの会場を使って、はい、そのちょっとしたイベント、ご飯食べたりとか、はい、整体があったり、占いがあったり、歌があったりとか、結構ね、はいはい、サッカーはもちろん、子供たちはサッカーでしたり、映像がさ、長遅くなってる、ね、なんかデブになってますよね、なんだろう ねまあそんな、はい、大丈夫とかやまあいいかの中で、たまにこういうのもいいな、ブヨーン、はい、演奏演奏してきたのね、してきたわけですけども、はいはい、なんか会場があってさ、うん、あそこフットサルのするコートがあるでしょ、うん、コートって言ってるのかな、はい、でその脇にさ、な休憩所みたいに、うん、なんだろう、あのね、元もパチンコ屋みたいな、はいはい、元々ところがね、そうあってさ、そういう場所ですからね、そうそう、あってそこの中で演奏したの、うん、中でね、あ、天気が悪かったんだよね、うん、行った時に、うん、じゃあちょっと雨降ったら悪いかなと思って、うん、で外にスピーカー1個置いて、中にもスピーカー置いてて、うん、両方音が出るようにして、うん、で演奏してやってたんですけど、うん、でそしたらさ、中に、うん、あのこう分かるかな、こうサッカーのさ、うん、なんつうの、こうぐるぐる回して、うん、あ、遊ぶやつね、遊ぶやつ、サッカー版があったやつ、うん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 、あったの、もうこれはすごいなと思って、うん、でサッカー版がありました、うん、でそこで演奏します、うん、でもうサッカーやり終わった子供たちが中に入ってくるわけですよ、うんうんうん、そしたらそこにサッカー版があるじゃないですか、うんうん、とんでもないね、とんでもない、子供たちがさ、じゃあ棒一本ずつ、もう棒一本ずつ、そんな絵があったね、そんな絵あったね、しかもね、写真でね、見た見た、とんでもない、もうね、棒一本に対して子供一人みたいな感じで群がってさ、群がって6本あるわけ、少なくとも6本、うん、6人いるわけ、それが両サイドいるわけさ、うん、で10人ぐらいもらって、みんなで囲んでたよね、囲ん でしかもボールがね、うん、1個じゃないの、うん、たくさん使ってそうで、カタ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 めちゃくちゃやね、めちゃくちゃやってるわけかわいい、で、うん、その前で俺たちは演奏してるわけさ、はいはいはい、もう泣き叫びたくなってあ、それがね、もうね、泣きわめきたかったことね、もうすでにガタガタしてるとこでなるほど、横っちょでね、でね、うん、このので子供が遊んでるでしょ、うん、自然と大人がいなくなるのよ、あーそっか、そう、なんかあの引きの絵寂しかったよね、そうなんか、ね、なんか子供が入ってきた途端にね、はい、みんなゆっくりできなくなるなみたいな感じで、はい、外出ちゃって、はい、で演奏始まったらもうやめらんないから、うん、ね、このぐらいの時間をやってくれって言われてるからもうガーッとやってる中で、うん、もうね、泣き叫びた、こっちがなんかもう騒ぎたみたいな、まさにね、まさにね、で奥はここで弁当食ってる人たちがいてさ、はい、あ、なんかさ、もう俺演奏よりもやっぱり子供の方気になっちゃってうんうん、うん、拍手なんか全然来ないわけなるほどね、切ないね、もう誰もいないの実質、うんうん、なんかね、あ、これは今日は俺は試練だなとでも外には聞こえてるから、うん、やっぱりやめるわけにはいかない、そうだよね、外の人たちはその状況はわからないから、知らないからね、いやーと思ってね、泣き叫びたくなりましたね本当に辛かった、泣いちゃえばよかったのに、本当ね、その後あんでさ、必死で立ってるねもう遊びじゃないんですよちょっと飲ませてくださいでさ、はい、あと整体とかあったわけ、うん、で整体受けたんです、うん、でさ、まずさ全身やったの、うん、でいろいろ上半身触ってもらって、腰とか触ってもらったら、うん、先生すっごいくすぐったいんですけどこれ何ですかって言ったら、これリンパの流れが悪いですねってまず言われて、言われて、で下の方も行きますねって言ったら、足とかさ、うん、足とか腰とか超痛いのやってもらって、うんうんうん、そしたらこれ何でですかねって言ったら、うんうん、もう俺高校の時にバイクで事故ってるから足は悪いんだけど、うん、もう筋肉が全然ないですねって言われたのと、うん、え、そうなの、足の開き方が普通より開きすぎてるんだって、うん、じゃ骨盤が曲がってるってこと、筋肉がないから、あー、そうなるんだ、そう、支えきれてない、こうやった時にこうなっちゃうってこと、そう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 、開きすぎちゃって筋肉がまず普通の人より衰えてるっていうこと言われて、そう見えないけど君っちょね、うん、そう、実際そうなんだけど、
5分以上立ってられないのその場で俺支えがないと。動いライブの時は動いてるから大丈夫なんだけど、うん、じっとしてらんないじっとしてらんないの。それ落ち着きがないんじゃなくて違う膝が悪くて同じ体勢でいられないの俺、ね、あそういうことなんだ。そうそう、だから最近座ってやったりとかもしてるんだけど、うんうん、まあ、そこも、まあ、ものの見事にいろいろ言われて、うんうん、痛いって全身やってもらってすっきりして次足つぼ行こうっつって、うんうん、隣で足つぼやってもらったら、うんうん、もうね内臓系だ今度。そう親指のさ足があるでしょ、うん、こう、うん、足があるよねこうやって、うん、で親指のここ、うん、ここそう、うん、ここで横とあと中指のとこ、うん、こうやってここやってもらったら超痛くて、うん、先生ここなんですかさ首ですって言われて、うん、首が悪いっつってでここ中指いったら腰が悪いって言われて、でさこう足のさ、うん、ここ外側っつったらいいの、うん、付け根の外側、うん、ここやってもらったら、うん、超痛くてここなんすかっつったら、うん、こう泌尿器系ですねって言われて、へ足ってここが頭でここがねそうそうそう足になってるんですよ先っぽから下で、で泌尿器系ですでこっちで反対側やってもらったら、うん、ここなんですかっつったら、うん、あのもう男性器ですって言われてなでもなんで何がどうなって足にわかんないんだけどさわかんないですでも繋がってるらしいよ。だからなんかね、うん結局で肝臓も悪いって言われて泌尿器系飲んでないのにそう肝臓も悪いですリンパも悪いどこもかしこも悪いですねって、うん、歌歌ってるのに肺が悪いですねタバコも吸わないのに吸わないのに全くだそう、まあ、なんかね俺あんまりそういうの信用できないんだよねケチョンケチョンに痛くて、うん、でケチョンケチョンに言われるじゃないですか、うん、でさらに占い行ったらさケチョンケチョンに言われて、うん、なんかねそん時人がいたからこれさ中指と薬指さどっち触ってるか分かんなくなるねえ分かんなくあここここ薬指触ってるのに中指触ってる感じしない？痛くないよ私マジでこれさ 目つぶって、うん、何指だ中指ほら目開けてあれこれロンバケですロンバケ何それ知らないねほら中指だと思うでしょ分かんないでしょほら、うん、そうなんですよやばいそのぐらい足の神経っていうのは鈍いんだそう鈍いんですよ、うん、だからそんな鈍いところで、うん、そんなね臓器のどこだとかしかもなんかさ、うん、ここが肝臓でここが胃でだって、うん、ここがなんとかでとかなんかすごい絵だねそうそうそう言うけど俺のあれあんまり信用してないんですよねもうその時もうさ二郎さんがライブやってる後ろで俺って言ってるだけもねすんませんとアンティークアンティークとかやってるとこで先生そうなんですか先生机が大事なんでしょガンガンガン本当になるほどな俺人のこと言えないって思った、うん、人の体直してんのに俺仕事で人の体直してんのに、うん、俺人のこと言えないって本当思った大丈夫ね、みんなそうなんかもしんないけどまあ医者が健康でいられるかって言ったらそうでもないじゃん、うん、確かに健康だとさ、ね、痛くないんかなどこも分かんないそれはでしょほら、うん、私絶対痛い私足裏痛くないですよねどこやってもあんまり、そうなのアヤルタイはね何本当に痛くないそこはだって骨じゃん痛いよ柔らかいんだわ柔らかいのかごめん触り心地いいねごめんあそうありがとう何の番組だよこれ何なケチョンケチョンされたまあまあまあ、ね、体も身も心もなんかケチョンケチョンにされましたでもそれ指圧されてあれでしょ気持ちよくはなったでもその後ライブ超声出てんのあそうなん だすごいすげえ痛くてさこう力入ったからじゃない違う違う体すごい楽だったあったまったのかな分かんないだからだからリンパの流れは分かんないけどマッサージ行ってみようかなそれが良くなったトモさんいいかもしれないね声出るようになったのかな痩せるツボしてるのどこだろう痩せるツボ痩せるツボというより代謝が良くなるツボあんじゃないあそうね、うん、そういうとこ必要ね、うん、そう、うん、だからなんか、ね、俺ケチョンケチョンになりました、はい、泣き叫びましたね実際泣き叫びましたっていう話でした、うんね、いいね健康的になってでも ね、いや不健康だから痛いんだよねきっと今も痛いぞ俺、まあね、やられたらあんまり不健康な生活してなさそうだけどしてるよえしてるだってタバコも吸ってないし酒も飲まないしさ酒とタバコがさ不健康なあれじゃないじゃんいやそうだけど、うん、そうなんだけど、うん、あの大体、まあ、大体酒なんか飲み始めたら大体いい時間になんか寝ないですから寝ない寝ないで起きてもなんかぼーっとするしそう、ね、で酒飲んでるとこのタバコ吸いたくなって吸っちゃうでしょ、うんうん、何にもいいことないから ねで思ったけど君っちょしないのこれ何をいいしないのこの人はしないの髪型崩れちゃうからあなるほどねそうそうそうなるほどねなんかそういう感じで痛かったな
ていう。俺も普段は君ちゃんみたいな髪型なんだけど、これヘッドホンしてるからね、こんなになっちゃってるけどね。髪切ったんですか、鴨さん。切ってないですよ。あれそうなの、しゃがれたのそれ。髪の毛しゃがれた、しゃがれた、声かよ、しゃがれた、声かよ、俺の声かよ。まあまあ、ね、まあそんな、よかったね、でもね、よかった、ね、自分の悪いとこ知るって、うん、結構ね、あ、知っといてよかったなって思った。時々言った方がいいよ、君。見て見ぬふり。だから弱った後に 頭悪いですとか言われないの。それはよ、なんか頭悪いですとか、うん、顔が悪いですとか言われ、違うよね。だからなんかね、終わった後にさ、うん、体験だったじゃん、うん、終わった後にまた来てくださいねって言われた。あー、先生直したいんだよ絶対。あ、この人は直しがいがあるわって思ったらね、また来てくださいねって言われた、うん、はい、行った。まだ行ってないです、ここら辺の。なんか黒い層だったかな。黒い層なんだ。あー、そこら辺じゃない？かな、もしかしてちょっと確認してないけど、ね、分かりました。近かったらしい。はい、超痛い、うん。気をつけてくださいね、皆さんも。体はやっぱ資本です。そうですね。メガネ丸さん気をつけます僕、はい。全身のバランス悪いと言われると基本的には体の中心線が歪んでいる証拠です。ダメだこれ。背骨が歪んでるとか、ね、そういうこと？そういうこと。俺背骨歪んでるのかな？そんなことね。俺ね多分曲がってんだよね。曲がってんだ。雑巾絞りみたいになってるって言われた。マジで。そう、絞られてんだって俺から。だからまっすぐ立つと右足が前に出ちゃうんだよね。あ、そうなんだ。そう、なんか目つぶってジャンプして、うん、ずれてくとずれてく方に体が曲がってるっていうんだよね。そうそう、俺ね、それやったことあるから。重心がこう曲がっちゃってるからね。その場で更新してくださいって言われてやってたら、うん、斜め右にずっと上げてた。あ、そうなんだ。その場にいられる人ってなかなかいない。なかなかいないんだよね。へー、やってみよう。やってみて。あるある探検隊の2人はあれかな、目つぶってやったら動かないかな。ぶつかっちゃうんじゃないかな。懐かしいなこれ。どこ行っちゃったんだろう。なんかこんなのあってね、うん。まあまあ、まあ、話でした。お疲れ様でした。あやの隊員はどうですか。あやの隊員はですね、うん、土日両方とも、うん、ちょっと楽しいことところに行ってきて、はい、土曜日は、うん、すいません、まずサッカーネタなんですけど、はい、はい、どうぞ。いいじゃないですか。すごくすごく楽しみにしてた、はい、浦和レッズで20年間勤め上げた山田信久選手っていう選手の引退試合だったんですよ。あ、これは素晴らしい。何がいいって、ニュースにもなってましたね。そう、うん、そんなに別に信久が好きっていうわけではないんですけど、はいはい、往年の浦和の名選手、はい、の福田さんとかさ、はい、福永さんとか、はい、あと優勝した時のメンバーとかがもういっぱい来て、もうなんか昔のちゃんととかを歌ってるだけも感動して泣きそうになりました。あ、すっごい楽しくて、でしかも相手がいないんですよ、うん、相手がいないっていうことは、うん、スタジアムも全部赤だし、選手も全部赤なんですよ。あ、なるほどね。だからなんかそれがすごい新鮮で楽しかったです、うん、で翌日また試合あったので、翌日は、うん、日曜日は、はい、茂木に、うん、あ、そうだ、そう、そうだ、エンジョイ耐久レースっていう、ね、あの素人さんとか割とが出るような緩い感じのレースなんですけど、10時スタートの5時チェッカーで、7時間耐久ですね、はい、ひたすら茂木のコースを走るレースを見に行ってきたんですけど、はい、それがまたね、はい、車種がね、はい、シビックとかね、はい、なんかそういうね、市販車なんですよ本当に。スターレットとか、はい、それなんかポンコツ系の車がすごく多くて、懐かしい感じですね。そう、なんかもう見てるだけでなんか、あ、懐かしいあれみたいな。いいですね。なんかジムカーナー行くと絶対いるような、う、学生があの改造して乗ってるような安い車が本当に多くて、ホンダ車がやっぱ多かったかな。ホンダ多いよね、うん、NS も走ってましたし、あとね、一番面白かったのが、うん、1964年製のトヨペットクラウンが知ってました、うん、おー、うん、すっごい古い旧車、うん、はい、丸めの、はいはい、なんかちょっと流線形っぽいのが、うん、バタ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 って言いながら走ってました。あの、基本でも走るようにされてるのね。そう、ね、でもなんかあんなにねちゃんとね走れるなんてびっくりしました。エンジンの世界とか NG な、はい、そうなんだ、なん本当に。じゃあノーマルで、ノーマルで、まあ、変えていいのは、まあ、排気系とかは変えていいんでしょうけど、基本的に車種とかも変えちゃいけない感じなので、よくあのエンジンであんだけ走ってる、すごいね。こう金かけて多分オーバーホールしてるのと思うんですけど、う、ね、うん、好きな人なんだろうね。あのバリバリいうエンジン音、あの、うん、高回転じゃなくて、はい、バリ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 バタ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 っていうエンジン音だったんで、はいはい、なんかすごいね、なんかテンション上がりました、
いいね、そういういろんな車見れるとね。そう楽しくて、ね、ピットも勝手に入ってよくて、ただでうろうろしていいんですよ。そうね、いろいろあってうろうろして写真撮ってたもんね。すごいねそれ。あれだからモテギだからさ、本出しはいっぱいありそうなイメージあるじゃないですか、うん、まああの博物館もあるからね。そうですね、あそこではもう本当に古いね、うん、アコードだろ、そう全部見れますからね、うん、だけどトヨタ車とかがねそこにいることないから、そう面白いよね多分ね。日産が1台だけで、うん、あとはアルファも1台ぐらいで、あとトヨタと、うん、あ86とかも行ったかな。滝ちゃんは好きなんでしょこれ。プロ集団ですから。そう、ね、プロ集団です、ね、プロ集団です。実は滝ちゃんさんと一緒に行ったんです。あ、なるほどなるほど。滝ちゃん好きですもんね。そう、ね、大好きだから写真撮るっていう、うん、音もすごいけど匂いもすごいですね。そう、オイル臭くて、これはもうこの場所に行かないと味わえないね、匂いだけはね。そうなんです、わかります。俺もなんだっけ、スゴーサーキット、あ、うん、仙台の、はいはい、あそこにね、あの知り合いのお父さんがお医者さんで、え、は、うん、でそのお医者さんがあそこ の、はい、あのドクターで入ってたんですよ。へえ。だから無料で俺ら遊びに行ってたんです、大学の時。いいな。そうで、なんだっけ、バイクのモト GP、 そうモト GP とか、うんうんうん、やってて、うん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 、行くとタイヤの焦げる匂いが、そう、ね、そうそうそう、あれ会長熟さいんですよ。うん、そうでもね、あれが素晴らしい。あそこまで倒せるかってぐらい倒すからね。膝がもうね、ついちゃうみたいな。もうタイヤってあんな角度でもこらえるんだと思って。でバイクのタイヤはもう横っちょまでね。そうそうそう。だからこうなってるからね、もうね。なってる。うちにもバイクありますけどね。そうだ。ね。うん。ほとんど下の方しか使わないです。普通です。もう倒したら俺の場合ビッグスクーターなね。ガリ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 倒れますからね。起こすのも大変です。大変です。なんか売店にね、うん、そのタイヤ、はい、タイヤかつサキイカっていうのが売ってて、ね、何それ知ってます？そうそう知ってる知ってる。モテギでね今話題ですよ。お土産でね、500円ぐらいのサキイカ、こういうピリピリっていうのが売ってるんですけど、それがイカ墨で色付けされてて、で、スリックタイヤっていう、こうツルツルのタイヤを厚い路面で走ると消しゴムのカスになっちゃうんですよ。削れるんですよ。それをサイカとイカスミで表現したタイヤカス。いや本当にね、タイヤカスみたいな見た目がね。そうなのそうなのそうなの。あれ美味しいんですか？食ったんですか？わかんない、食ってないです。ね、あれ買ってみたいなと思ってね。そう、買ってみたいなと思うんですけど、なんかでもモテギでお土産買ってくんのもなんか、ね、あんま地形しなと思って。近すぎてね。でも見ては面白いよね、あのお店なんかもね。面白い、面白いです。グランツーリスモカフェがあって、あ、中でグランツがこう、はいはい、ちゃんとハンドルとあります、ね、ペダルとかでできるとかもあって、はいはい。ハンバーガー屋さんとかもあったよね、確かに、ね。あるあるある、あります、あります。あそこもなかなかアメリカンなハンバーガーが出てきて、すんげーぐるぐるのウインナーとか挟まってるよ、ね。そう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 。あるんですよ。モテギ結構面白いですよ。面白い。うん、面白い。行ったことある？全然関係ないこと思い出してた、うん、ごめん。ベネルッパいたわ、そういえば。どこに？エース。嘘！マジで？マジで？え、普段着で。普段着で。あ、普段着でね。ごめん、ごめん。そういえば。一人でいた。一人で。まあ家近いからな。ね。へえ、うん。来てみたみたいな感じで。そういう感じ。なんかでもあーちゃんとブルーさんも来たから。あ、じゃあそれに合わせてか。合わせて。そう、そういえば。なるほどね。ごめん。会いたい。来てたんだね。生きてました。まあ生きてたの知ってるんですけど、うん、最近生存確認は取れてましたけど ね、 ね最近なんかちょこちょこフェイスブックにも現れるようになったので、うんうん、あ確かにいる、うん、ただ会えてない。そう、多分あの人ねもう帰ってきてると思うんで、見てんじゃないのかな。見てるのかな。見てる。ベネさん、ね、ベネさん今度ゲストで来てよ。来てほしい。、うん、いいよ、ベネさんじゃなくて、あの、ま、あの木のままで、いい、マネージャーさんでいいです。マネージャーさんの方で。なるほど。カッカのところの鈴木さんみたいな、ね、あ、そうですね、うん、ベネさん会いたいですよ、綾野隊員ですよ。綾野隊員ですよ。覚えてますか？今や看板番組、冠番組を持ってますからね。そう、時間帯いただいちゃいましたよ。かわいいね、隊員は、ね、そんな1週間を、はい、そうですね、ずっとそう生でスポーツを見続けて、そう、いずれは私も走りたいなと、うんうん、あ、いいね。A 級ライセンスを取るっていう特集を組みたいな。わあ、いいね。いいね。まず JAF に入会してから、そうだね、はい、やりたいと思います。いい、すげえ楽しかったです、週末。俺何してたかな、今週末はね、割と寝てたかな。あれでしょ、伊豆に行っちゃったから。伊豆にはね、行ったんですよ。そうそうそう、ね、そう、あの伊豆には行ってきました。あれ、それ先週話したよね。そう、先週話した、ね、先週聞いた、うん、今週何してたの。俺ね、でも自転車直したんですよ。壊れたんですか？あのね、壊れてたんじゃなくてね、うん、俺が持ってる折りたたみ自転車が何年ぐらい使ってるんだろう。そう、10年ぐらい、多分10年以上使ってるから、うんうん、で
いよいよ10年も使うとタイヤっていうのはひびが入るんですね。ああ劣化して、ね、パリパリって、うん、いやもうねいつもうなんかこう剥がせるぐらいのひびが入ってたんですよ、うんうん、でちょっとなんかもうちょっと乗れるしタイヤ買おうかなと思って、うんうんうん、でアマゾンをちょっと見てたんですよ、はいはいはい、そしたら20インチのタイヤって、はい、日本で1800円ぐらいで買えるんですよ。あ確かに安いですよね。そんなに安いの、うん、しかもチューブ入ってんの。うーんチューブ入りで1800円、それ安い。なんかそれ買ったらなんかいろいろやりたくなっちゃって、はい、もうねいろいろ調べるとブレーキって、うん、うんとねバンド型バンドタイプとうんとね何だっけかな名前忘れちゃった。そうバンドでこうキュッて止める、うんうん、それ普通ですよね。それが安いブレーキなんですよ、うん、あそうなんだ。安い自転車ママチャリとか大体それがついてて、うんうん、で劣化してくるとそのバンドが硬くなってでキーキー音というらしいんです、うんうんうん、で今の自転車は、うん、車でいうドラム型、ああ広がる系ですね。そうそうドラムブレーキになってるらしくて、はいはいはい、見たことないそんなの。でしょ。で俺調べたらそれが今はちょっと高いママチャリとかはそれになってるらしい。なんか5万いくらとかするようなのとか。そうなんですよ。へえ。でそれに変えようと思って、うんではブレーキも変えようと思って、うんうん、ブレーキも変えました、うん、マジで、はい、で分解したら組み立て方が分かんなくなってですげえここで俺動画をこう確認しながらあるある、なるほどそういう風にやればいいのかと思って結局すげえ丸1日かかったんだけど、うん、直しましたよ。へえ。で折りたためるようにもなったんですか。もともと折りたためます。そう なんか固まっちゃっててどうのって言ってませんでしたっけ。タイヤそれタイヤ、うん、じゃなくてどうです。ガチャンってやるところが固くなっちゃって、うん、回してないからね。そう、うん大丈夫です。そこも556で。そう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 。こいつがこいつで使えるよ、ね、こいつがね、何でもね使えるようにしてくれますから、ね。そうかね、でもあんまりね止めるところはあんまりやりすぎると緩くなっちゃうんで。あ、そっか。ほどほど硬くないとね。そうそうそう。ね、それやったら今までライトつけるのにつけてたアダプターが折れてて、ああ。でライトもつけたくなったんですよ。見せますか。使うんですかライトだって。ん夜走るんですか。夜走ることってあるじゃないですか。あるかな。あるかな。ありますよ。俺チャリンコ折りたたみチャリンコ半年前に買ってさ。あ買ったんだ。買った。使う？使わない。でしょ？乗ってさ。あね便利な電気があるんですよこれ。何それ。これあすごいそのままくっつくの？そう。あすごいこれ。これ挟めるんだ。それ。これをビヨーンって。引っ掛けるだけ。そしてスイッチどこにあるかって言ったら上のてっぺんとか押すとここそうおついたついたでもう一回押すと方点滅したでもう一回押すとゆっくり点滅あ本当だもう一回押すと消えるんですよ。これおいくら万円なんですか。これ580円。やばい安いのでこれって明るいんですか。これそう思うじゃん、うん、案外ねあ本当だ。自転車乗る分には暗いを見ちゃったら十分ですよこれ。確かに全然十分かも。てかこれ取り外しできていいですね。そうそうそう明かりがあるからそんな目当たらないんだけど、ね、だからこれ使わないときは、うん、もうこのままバッグとか入れとけば、うん、回収電灯でもない使うときだけ出せばすげえ、うん。なんかこれ災害用とかにも良くないですか。いいよねこれね使える。これねこれのバッタモンが、うん、これは一応生活防水ちゃんとついてるんですよ、はい、このメーカーのはね、はいはいはい、で調べるとこれのバッタモンがいっぱい出てるんですよ。へーもう2個セットで380円とか大して変わんないのに。でしょ。だけどそれは雨に濡れるとダメですって書いてるのみんなチャリに使えないこれは雨に濡れても大丈夫って書いてる人が多くて。こんなんどうやって見てたんですか。ずっとアマゾンとニアでなんか安い電気ねえかなと思ってすごいね。でこれ発見して、うん、で送料無料ですか。欲しい。でしょ。アマゾンって何でもんだね。ねそうだから何でもね調べてみるもんですよ。確かにこれよくね。いいこれ可愛いしさ。かわいいね。そうこれアマゾン肉と魚と犬と猫以外は全部売ってそうな気がします、ね、これ黒ですけど赤とか緑とか青とか紫とかいろいろあんだ。いろんな色があるんです。はすごい、うん、赤欲しい。赤欲しいね。そうぜひぜひ皆さんこういうのありますからね。でそうなんか自転車をいろいろちょっといじらして、うん、見た目はすっげえねかっちょ悪い自転車なんですけど。そんなことない。普通ですよあれ。何がいい5段ギアですからね。しかも、うん、へえ折りたたみで。折りたたみで5段ギア。そうなんすごいね。そうだから分解して大丈夫かなと思いながら分解してギアとかめっちゃ心配。ギアダメになっちゃうじゃないかみたいな。ギアだけはそっと外したからね
壊しちゃったら、ね、そうなんとか今戻ってちゃんとね動いてますから、すごいな、はい、さんの DIY、そうそんなことを必死でやってた、うん、お疲れ様でした、はい、お疲れ様でした、そうで今もうブレーキやっても全然キーキー言わないんです、気持ちいいんで刺してて、ピカピカピカ、いいでしょこれ、これ結構さ、そう何に明るいんですよ、ちゃんと見たらこれ光るね、まあ電池式だけど ね、あ電池なんですかこれ、電池なんです、あのボタン電池が2枚入るんです、へー、はい、すごいね今かわいい、いいでしょこれ、ね、枕元に置いて一緒に寝たい、そうこれいいよね、うん、実際ね、ちょっとバッグ入れといてさ、うんうんうん、しかも引っ掛けられるし、そうそういいな、皆さんおすすめです、コメントかわいいね、え枕元で一緒に寝たい一緒に寝たくないですか、あら三原キングさんそろそろ落ちまるですか、あらあら早いですね、早いです、もしかしてワールドカップですか、あ絶対そうだ、もしかして我々もこれ終わったら即解散です、今日グダグダしないで、はい、もうね朝5時には起きないといけないので、ねうん、そして伊豆は滝ちゃんさんから伊豆は充電ですか放電ですかあいい質問、両方かな、いい質問、ね、両方ですね、充電しつつ放電しつつ、うん、あのいやたまたま実は会社があの珍しく3連休になっちゃったんですよ、うん、土曜と月曜が休みになって、あそうでそうなんだ、他の店舗出てっていう話あったんですけど、うん、あのいやちょっと社長待っててって、俺の有給毎年余ってんじゃん、こういう機会に使わせてもらえないですかって話をしたら、うんうんうん、あじゃあいいよって言って休みもらったので、はい、まあ、その流れでちょっとねあの伊豆方面に、そうあれ俺ブログまだアップしてないよねあの記事ね、うん、フェイスブックしか見てないかも、ね、そうフェイスブックでちょこちょこ上げてたんですけど、あの東急ハーベストという知ってます、東急ハーベストグループクラブみたいな感じ、そうなんですよ、会員制のホテル、うん、そうあの泊まることまず会員になってなきゃないじゃないですか、うんうん、ないない、あの会員の人からちょっとねあの使えよって言ってチケットもらいまして、えそういうのもあ OK なんですか、 OK なんですあれ、あそうなんだ、そう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 、でその方は週末しかほとんど使えないので、うんうん、まあ俺も週末だったけど、うんうん、今回ねあのどうせ使えないから、うん、あ平日しか使えないんだその人は、あなるほどなるほど、そうだから週末使えんだったら得だから使ってこいよって言って、あまあ関口さんというね関口先輩っていう人ですけど、あねそうそうそう、ください、私にも、ね、僕にもください、ください、ダメです、もう僕ぐらいもう愛されてないとね、そうそうね、いいな、あれでもいいホテルですよ、ですよ ねびっくりしました、立品とかにもあるんですよね、いやあのね全国にありますね、そうで那須にもありますからね、え那須にもあるの、那須にもありますよ、走んでかった、あそこうんと池田の十字路から上がったところって言ってなんだっけセントミシェル教会のはいはい、はい、もうちょっと先の民営屋のところにあるんですけど、那須だったらでもね、ね違うとこ行きたいね、そうであのねもしこれからすげえ金に余裕があって、うん、東急ハーベストグループの会員になりたい方、うん、全国の東急ハーベストグループの会員の空きを調べてください、はい、これなぜかというとどこの会員になっても同じ値段かというと違うんです、あそうなんだ、そうその場所によって会員の価格が違うんです、えそこに1箇所入るとどこでも行けるんですか、そうそうそう、そうすると年間30枚の、うん、その、まあ、要は宿泊券が配布されるんですよ、へーそうでその宿泊券を使うと、まあ、あのビラって言って、ね、ちょっとコテージみたいなとこだと1泊2万近くしちゃうんだけど、うんうんうん、普通のホテル利用だとあの下手したら3800円とか、安っ安っ、俺今回泊まったとこも4800円で安っ、すごいでしょ、ビジネスホテルじゃん、そうそう全くだ、あの東急ハーベストグループの考え方が自己管理せずに使える別荘という感覚なんですよ、あそうだから別荘一軒買ったら何千万じゃないですか、うんうん、まあ小さいのだったら何百万ぐらいあるかもしれないんだけど、うんうん、でもそこにしかないわけですよ普通に別荘買ったら、うん、だけど東急ハーベストグループでその買ったと思って会員券を買えば年間の、別荘の維持費として何十万ってかかると思うんだけど、それが年会費として払うと考えれば、まあ悪くはない、そうそうそう、ね、年間に30箇所好きなところに自分のベストがあると思って遊べるんですよ、いいな、そしたら私遠征行くたびにどこいいとこ泊まれる、そうそう、ね、だからそれ考えると確かに決して高くはない考え方かなって、ナスとか安そうですね、うん、ね、あ、ナス高いです、ナス高いの、ナス高い、首都圏が近いから、なんだろうね、なんだろう、割とリゾートのイメージが強い場所だからかな、あ、ま
まあ、割とリゾート地にはあるんですけど、でもリゾートをちょっと外れたところにある東急ハーベストグループの会員か会員券はあの安くて人気が高い。空きが出たらすぐ買われてしまうっていうね。いくらぐらいするんですか。うんとね、あの俺が今回泊まった熱海伊豆山は高そう。は690何万ですよね。年間？うん、会員券。年間は多分30万から40万か50万かそこら辺だと思うんですよ。700万ぐらい、ね、車買える ね、うん、しかも2、3台買えるね。で年間また30万とか40万払うだからね、うん、だけど別荘持ってると思えば、別荘持てるぐらいのお金がある人だったら、そう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 、別荘買うという感覚であれば、うん、東急ハーベストグループ買った方が確かにお得かなと思いますね。だってベッドメイキングを自分で直したりしたりそういう必要もないし、家具を揃える必要もないわけだから、うん、でしかも温泉地行けば温泉もあるし、うん、いいと思いますよ。いいな。だから老後は俺ありかなと思ってる。買ってきみちょ。俺ですか。ね。アルファで違うよね。だから俺もし社長になったら買うわ。マジっすか。俺なんかの社長になったらね。じゃあナスウェーブ社長。ナスウェーブの社長は買えねえと思うぞ。ナスウェーブの収入では買えねえ。買えないか。なんかうまくねやっていただいて、収支決算決済でだからあの経費で献上したいですよ。確かに、うん、ね、あのだから行ってないけど行ったって言えばいいんですよ。あーそうだ。100なんか行きましたって、うん、日帰りしましたってね。あったね。今日その内容ですから実はね。そう、今日その内容。まあまあそんなことで僕も自転車修理なんて、うん、ちょっとあの珍しくね、あの充実したことやってましたので、うん、じゃあ結構喋りましたけど、はい、いっぱい喋って、一曲ね紹介して、はい、今日は何いきますか。今日は、はい、何にしようね。まあ実際何も用意してないんですけど、これから探すっていうね、うん、ね、ナスは皇族のお墨付きの地ですから。そうだね。そっか、そういうのもあるかもしれない。ご予定、うん、ご予定とかあるからね。ナス塩原駅に専用の出入り口あるからね。ワッキーさんが超洗ってっから、ワッキーさんのために、はい、ワッキーさん何超洗ってる、一期一会のライブ映像 で、 いいね、風になりたいを聞いていただきましょう。イエーイ、どうぞ。
一期一会です。というわけでワッキーさんがドラムで参加しておりますバンド一期一会の、うん、カバーですけど、はい、風になりたいを聴いていただきました、はい、そんなわけで、うん、今日は泣きわめきたいこと、ね、ということで必死ピカ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 。というわけでメールを紹介したいと思います。はい、ラジオネームパールキッズのルータンちゃん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。こんばんなす。こんばんなす。ルータンの泣きわめきたいことは、はい、あと少しで夏休みなのに、うん、国語の前半の授業が遅れてるので夏休みに学校に行くことになるかも。そんなことあんの？と言われたこと。ダメでしょそれ。これへこむね。前半に運動会の練習や陸上競技大会があって授業が遅れてます。絶対に行きたくないので先生も一生懸命授業してくれてます。そ先生も行きたくないもんね。そそうだよね。先生も嫌だよ、ね、うん、はい、ママはもうすぐ夏休みが来ることが泣き止めきたいことです。わかります。はい、なるほどね。ある人はあの夏休みが終わった時にざまみろって言ってましたからね。ある親はね。でもルータンに30日近く家にいるので、ルータンに30日近く家にいるのでよろしくお願いしますと言われたのでとにかく頑張って。なんていい子なの。なんていい子なんだ。なんていい子なの、親にそんなこと言ったことないよ私。どうぞ。まあ毎日いいんだけどな。まあ毎日いいんだけどね。考えてみようね。昼飯を作んなきゃいけないって、ね、なかなかめんどくさい。いい子だね。いい子だね。そんなルータン、近々ライブがありますので、はい、うん、紹介しておきたいと思います、はい、7月の13日、はい、喜びの日夢きらりというですね、うん、イベントが喜連川の道の駅、はい、喜連川ですね、はい、で開催されます。パールキッズとしてですね、はい、ラフ君と一緒に、ライブに出るということで、時間が喜連川道の駅で11時と14時、ラフさんと一緒になりますということで、はい、これ福島県のね喜多方と千葉県の 大北との合同イベントということでね、うん、同日に、各地でこの喜びの日夢きらりというライブが開催される、あイベントかね、ぜひ皆さん行ってください。行ってください。僕らはロングライドで、うん、歌ってます。そして8月の3日には家族フェスタ大事ライブということで大事がね、うん、やってくるんだね。宇治家公民館開催ということで、はい、10時半からパールさんと篠原信義さんとラフさんとそして大地が来るということで、すごい豪華だ ね。ここにだからパールキッズも出るわけですから ね、ぜひ皆さん遊びに来てください。そしてこれすごいよね、8月16日、うん、FKD インターパーク展、時間が午後1時と午後3時、はい、まあ、その他老人ホームの慰問か、そうだね、ね、もう入ってるということで大活躍だ ね。すごいね、すごいね、いっぱいだよ本当。パルキツどんどんね有名になっちゃって、うん、ね、もうカモさんの音響じゃちょっとやれって言われちゃうんだよ。その機材じゃちょっと歌えないななんてね。すげー、マイマイクとか持ってくるかもしれない。ね、嫌だね、木のマイクとか持ってきちゃうね。あの横チンの木のマイク見たことない。あるある中は手話のゴッパチなんだけどね、うん、そうなの。そうそう、木なんですよ、あの元側は。外側が木なんだよね。そう、ここが木なんですよ。そんなのあんだ。そう、あの重いだけで音はあのそんな変わんないんだよね、だからね、うん、でもこだわりがあるんだよね、そういうところ ね、 彼もね、ありがとうございます。ありがとうございました、はい、そしてラジオネームフルフルビンさん、フルビンさん、長野か、大雨で雷がすごいため PC の電源を切ったため再放送を見ることにしました。ね、ああなるほどね、うん、泣きわめいたことは高校時代に左目にボールが当たり手術しても良くならず見えなくなり、3年前には右目が突然網膜剥離になってしまい、ちょっとなんか読みにくいな、これ読んでいいのかなって。こちらは手術して見えるようになりましたが、見えなくなった時は泣きわめきました。うん、現在は緑内障に悩まされて定期受診していますということで、なんてこと、フルフルビンさん大変じゃん、大変だ、カメラもね趣味なのにね、視力はもうね大変だ。そうなんだ、右目にボールが当たって、きっと多分野球ボールとか結構でかいやつだよね、左目か、左目に当たったね、見えなくなっちゃうんですね。ね、潰れたわけではないんだな、きっとな、うん、まあ、きっと神経に障害がね、やられたの、衝撃でやられたのか、しかも右突然網膜剥離ってなるんですか、なるんだろうね、可能性としてはあるよね、怖い、うん、怖い、
さあ、ね、多分左目が使えない分右目の方が酷使されてるんだと思う。あ、うん、とかじゃないかな。ね。そっか、なんかコンタクトはめれば見えるぐらいはすごくありがたいですね。ね。本当俺なんか何もつけてないけど見えるからね。すごいな。俺んとこから見たらカモさんぼやけてるからねちょっと。あ、そうだ、色メガネがない。あ、それそうだね、しないと見えないのもね。そう。メガネは顔の一部ですからね。あ、よく見える。ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、悪くならないことを祈って、うん、ね、お大事にしてください。はい、さい、そんなわけで、うん、泣きわめきたいことありますか。それこそね、それはね、足のあったよね。泣きわめちゃったからね。泣きわめきましたね。もうすでにね。これなんだろうな。なんかありますか。なかなか泣きわめくって大人になるとないよね。なくなりますよね。ね、そんな思いになったことあったかな。私あの今の車に買い替える前の、うん、まあ、2台コペンを潰してるんですけど、うんうん、はい、両方とも事故った後は時は良かったんですけど、うんうん、その後あの車を引き取りに行って中から物を取り出してとかってやるんですけど、うん、その度に私ディーラーで号泣しましたね。あ、でそれで気まずくなって結局コペンの中に入って一人でううって悲しくて、コペン2台潰してんだ。はい、今度コペン出たね、新しいのね。あ、出ました ね、あれちょっと丸めじゃないところがいまいち、なんかスポーツタイプにね頑張りすぎたかな、ね、私は S660 のが気になりますね。 S660 ってどういうの。ホンダがもうすぐ出すって言ってる、同じビート君の後継者みたいな、うんうん、あっちの方がかっこいいかな。ビートね、懐かしいですね。ビート君熱いです。そのぐらいかな、 あんまり泣きわめたって俺もないかも。あったかな、泣きわめくね。そこまでのことって今まであったかな。ね、なんぼなんでもいくら緊張したからってあんなに泣くってことね。間違いない。あれでも何回も俺見ちゃったけど面白くてしょうがないね。わかる。あれね、うん、2時間ぐらいあるんだけど初めの方から見てみると面白いよ。そうなんだ。初め出てきて、うん、あの自分が悪いくせに、うん、名刺交換をさせていただきますって、うん、もう始まる前に全員名刺交換させられたんだよ、あれ。すっげえね、上から目線なんですよ ね。で、しかもあのみんなのその自分が脅されたと思ったらもうあの中止しますみたいな、うん、自分が怖いと感じたら、ね、会見は中止させていただきます。そう、ね、最終的にね、あの平常心を失ってとか言ってんだよね、うんうん、で結局平常心を失ってるのは自分なんだよね。そうあれラスト、うん、もう最後の2時間過ぎたあたりで突然泣き始めたって言ってます。6分間ぐらいって言ったかな、うん、ね、あれ海外でも有名になっちゃったらしい、ねね、あれは恥ですよ、恥ずかしいよね、日本の恥です。日本赤ん坊飼ってるみたいな、ね、あれ、ね、あれなんだっけ場所、西宮だっけ。西宮です、ね、西宮維新の会なんて勝手につけてやったでしょ。そうすごいね。でなんかああいう人いいんだね。俺すごいなと思ってさ、橋本さんがなんかコメント出してました、ね、そう、あの応援に来てくれって何回も要請もあったらしいんだよね。あ、そうなんですか。うん、だけど関係ないからやだって先大学の先輩かなんからしいんですよ。へー、あー、そうなんだ。で先輩後輩の関係だから、うん、でも知んないですよね。そう、関係ないからね、うんうん、行かなくてよかった ね、 ね、 ね、恥かくとこだね、あれね。本当だね、一緒にいたらこんなこと言っちゃいけない。橋本さんも面白かったね、あの俺も泣いたら質問しないでくれますかみたいな。怖いこと言うと泣いちゃうよって言ってました ね、 ね、まあまあそんなことで今日はあの僕もあんまり泣きわめきたくなったことってあんまないな。カモンさんってあんまり一定ですよ ね、 すね、テンション上がることあっても、そう、だだ下がりとかあんまり下がることないかな、うん、なんだろう、泣きわめきたいっていうような落ち方はしたことないな、うん、きっとな、うん、なかなか、まあ、車ぶつかってももういいやと思ったもんね。そう、それはあまりにもあっさりしてびっくりしました。もうしゃあねえと思ってね、うん、やっちったし自分で、うんうん、自分でやったことあるね、まあまあ、そんなことで、はいはい、なんとここ で、 なんでビッグニュースがございます。おすごいですよ。嬉しいよ。たった今解禁になった情報がありまして、はい、どうぞ。みんな知ってっかな。実は9月の13日にですね、はい、トリトッカで、あるアーティストを呼んでライブを開催します。誰だろうな、これね、あのずっと俺が、はい、内緒でね進めてきたんですよ、うん、そうだから2人にも今日正式に言ったか。そうだね。ね。ね。で、なんと、はい、はるこさんというですね、アーティストを呼んで、トリトッカで9月の13日にライブを開催します。うわー、この方です。ダン、はい。はい。ダダーン、はい。
誰って思ってる方もいるかもしれないですけど、絶対みんな知ってるよ。みんな知ってる曲を言うと、うん、世界で一番頑張ってる君にっていう歌があるんですよ、うん、ずっと見てるよ、僕は知ってるよ、ちゃんと見てるよ、頑張ってる君のことをずっと守ってあげるから、君のために歌おうっていう曲があるんですけど、アルトだよ、アルト。昔ねアルトの CM を歌ってた方なんですよね。そうで、そうなんです。そうこの方を、うん、と僕なんと、はい、Facebook を通じてお友達になりまして、素晴らしい、そうすごい。でライブやりませんかっていうオファーをずっとしてたら、うん、OK いただきまして、はい、この度開催が決定しました。でなぜ今解禁になったかっていうと、その解禁のメールが今来たんです、届いたんです。はい、でこのフライヤーは僕が作ったので、はい、ずっとこのフライヤーの内容に関して打ち合わせをして、うん、でその OK がたった今来たということで、この番組リアルタイムにこの、ライブの開催を告知しております。素晴らしいね、はい、でオープニングアクトには、はい、メレメレが、メレメレ、メレメレ登場しますので、ぜひ皆さん、チケット購入していただいてですね、遊びに来ていただきたいなと思うんですけど、チケット代が前売り3,500円、はい、ワンドリンク付きになります、はい、で当日だと4,000円となっておりますので、はい、ぜひ予約してチケットをゲットしていただきたいと思うんですけど、チケットの、予約の方法はトリットオッカさん、会場がトリットオッカ、チョモさんのお店ですね、はい、になりますので、0287743374に営業時間中に電話してください、はい、営業時間は平日はランチタイム11時から3時まで、はい、土日は、ディナータイムもあって5時から11時、10時まで夜の、はいはい、この時間帯に電話いただければ予約が取れます。あとは春子さんのホームページの方で、告知が載ってますので、これから載るかな、まだ今解禁だったばかりまだ載ってないと思うんですけど、メールでも募集予約取れます、春子さんのホームページからね、はい、ぜひ春子ってこの HARCO で調べてもらえれば、出てきますので、やばい、はい、素晴らしいね、やばい、あのタイムもうムラムラしてきました、ね、なんたってあのタイム大好きな、メレメレもオープニングアクトで出ますからね、ね、スペシャルなライブを、うん、いよいよ開催決定になりましたので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、懐かしいですね、カモさんすごすぎるって、あ、メガネマラさんありがとうございます、そうなんです、すごいでしょ、俺なんなんですか、ね、そのつながりは本当に多分遠慮ないところがいいんだと思うんですよ。ああ、なるほどね、うん、だってね、やりませんか、やりませんかみたいな、オレンジペコーのね、カズマさんとね、つながっててね、うん、カズマさんとはメルトモですからね、一応すげー、このアルバム出るんですよ、9日にカズマさんも、7月9日に、オレペコでですか、うん、カズマさんのソロで、あ、そうなんだ、ギターだけの、あ、かっこいい、かっこいいんですよ、かっこいい、僕も買いますけどね、ぜひね、カズマさんソロっていうのも やっても面白いかな、ソロでカズマさんと地元アーティストの小川道夫を、うわ、あ、渋いっす ね、いいねっていうのも面白いかなってちょっと思ってんの、うん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 、まあね、実現できればなと思ってるんですけど、はい、そんなわけで皆さんぜひ、はい、9月の13日、はい、土曜日になりますけどね、3500円で前より、予約始まりましたので、はい、ぜひ お越しください、絶対行く、はい、絶対行く、はい、早速フライヤーとかね、印刷かけますのでまだデータしかできてないからね、これね、はい、まあそんなことで、はい、どうですか、他ライブ情報とかしばらくないのかな、我々がね、そう、一緒に出るやつは8月の30日 ね、そうそう、冷や祭りという、ね、あ、そうそう、俺それのためにそこにアロタウン置いといたんだ、これ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 、そうそう、どうぞ、アロタウンがね手に入らないっていう方が結構いるみたいなんですけど、そう、これ、はい、これアロタウンの今月、うん、7月8月号の後ろからね、開いた方が早いところにあるんですね、ここ、そうそうそう、この後ろのところに黒磯ジャズフェスとかも載ってるんですけど、はい、黒磯ジャズフェスと並んでですね、あれこっちか、冷や祭り、冷や祭りが、これメガネは顔の一部です、はい、ちょっとボケちゃう ね、あ、そうだね、俺これピンと固定しちゃったからね、あ、固定になってんだ、そう、これ探してもらうと後ろに情報載ってますので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください、見に来てね、チケット1,000円でワンドリンクつきますからね、はい、で、カモンユーゾー、はい、君島大輔、はい、まだ決まってないのね、ユニット名もね、そうなの、
ポンコカッコカリになってるんですよね。そう、ポンコカッコカリになってる、ねはい、もう歌えますよね、その他ミッチ ー, ミッチー、はい、そして佐々木さんが出るんですねこれ、そして二郎さんが出る、二郎さんで、メガネかけてない人が約2名いるよね。ヒトキングさんが、うん、時間があればみたいな書き方知ったんですけど、はい、僕はそれを削除してここに載せましたので、もう出ちゃったってことね。ヒトキングさんも出ますからね。なので、乗ったからには歌いますと。ぜひ皆さん8月30日遊びに来てね、アメリカンビアバーレッツで、レッツです、1000円でなんとね楽しめますので、我々の演奏も聞けるということで、夕方6時からということで遊びに来てください。西那須の駅の近くです。お酒も美味しいし食事もここ美味しいんですよ、ね、まあ多分ライブだから皿でね取るような形になると思うんですけど、うん、ぜひアドタウン今回7月8月号すごく内容濃いので、ぜひ皆さんゲットしてみてみてください。なんか那須だけの特別版も出すみたいな、そう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 書いてありましたね。結構最近特別号を出してるんですよ、アドタウンさんで。頑張ってますね。そうだからね、ぜひねチェックしていただきたいなと思います。はい、2ヶ月に1回発刊なんで、これから2ヶ月間は、うん、なくなると多分これが補充されると思いますので、欲しい、はい、欲しい。トリットッカに置いてありますから、よかったらトリットッカに行ってこれをゲットしながら春子の予約してね、ランチ食って、はいはい、してもらえればと思います。よろしくお願いします。はい、はい、そんなわけで、はい、じゃあ他ないかな、特にないが、告知は8月の3日に宮祭りかな、宮祭り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 8月3日、3日ですね、と8月の16日にミュージックコンプレッションが、うん、あ、そうですね、そうですね、そう、俺も関わってんだ、ね、生放送するんですよ、ね、ね、そうそう、ハードロックハウスで、はい、宇都宮ですね、生放送でも見れますから、でもね、ライブは生で見てください、ぜひ生で見てください、会場で、全然違いますからね、そうそうそう、前売りが1200円、1200円、当日1500円だよね、確かに、はい、うん、なのでフライヤーがようやく届いたので、届いたというか、はい、データが届いたので、俺のところにもデータ 3通りある、ね、3通りあったね、そうそうそう、ので後々ね、ブログとかいろんなところに貼り付けていきたいと思います、ね、はい、僕のブログにはもう貼ってあります。メールで送ってきたんですよね、そうそう、あとは今週末は、那須高原ロングライドの方で、うん、カモンさんも歌いますし、君島大輔さんも歌いますし、久しぶりにマローンの歌も聴けますので、ね、ミッチーとあと新一さんも、はい、あ、新一、そう、路上のラブファイターが新一が、新一が来ますか、で僕新一さんにはカホンを叩いていただきたいなと思ってて、はい、もう僕この言いますよ、うん、僕のこの今回のナスロングライドは、はい、テーマサザンオールスターズですから、おお、もうサザンしか歌いませんからね、いいですね、ぜひ新一さんにカホンを叩いていただいて、ね、たまにパーンね、シンバルパーンと叩いていたり、ね、そこで入れないだろうみたいなこと入れたりするよ ね、 ね、まあ多分新一さんもサザンならほとんど知ってると思うんで、うん、年代的にね、やってもらおうかなと思ってるんで、ぜひ見学だけでも OK です、ね、駐車場がねないので、そうか、そう、そこだけ気をつけて止めてもらえれば、なんだろう、最後になんかなんだ、うん、すごいギリギリメールが来ました、泣きわめきたいことでですね、チョモです、はい、チョモさんからです、はい、ミッションキッチンが終わって綾野さんに会えないことが今年一番泣きたかった、私もボス名、ね、あれか、じゃあポンコツ TV 今度トリトッカから、あ、いいね、あ、いいですね、ね、飯出してもらってね、やってください、やりましょう、私もチョモさんに会えなくて泣きそうです、HMC が終了してしまったので、はい、で新番組は秋にスタート予定なので、うん、はい、なので、しばらくチョモさんにも会えないですから、ポンコツ TV をよかったらトリットッカでやればっていうね、やりたい、あ、いいね、はい、水曜日は営業してないので、そうだ、夜ちょうど飯だけ出してもらってやりましょう、やりましょう、ね、はい、会いに行くよ、ね、チョモさん会いに行くって、会いに行くよ、よかったね、よかったね、何やりだ、宮祭り2日3日ということで、メガネマロさんからね、はい、連絡、僕は3日に出ます、はい、はい、そんなわけで今日も皆さんありがとうございました、はい、明日は水ポンだよ、そう、明日よろしくね、そう、それが重要ですよね、明日9時から水ポンです、多分また一人でお送りしますパル来ないね、パルちゃんは多分、ね、はい、なんかすげえ忙しいみたい、ね、舞台が終わった後、なんかあっち行ったりこっち行ったりしてるね、あっち行ったりこっち行ったりしてるんですよ、忙しいのはいいことだ、そうなんですよ、ね、テーマはねまだ決めてないんですけど、このまま行くと多分またワールドカップにするかな、あ、なるほどね、まあ、そう、もう明日興奮冷めやらぬ状態だと思うんで、うん、そう、まあ、一応盛り上がってる時だからね、ここぞとばかりにサッカーネタばっかり喋ろうかなと思ってます、もう今週が最後ですから、はい、ね、ネタにできるのもね、はい、
はい、まあそんなことでね、明日は9時から、はい、でいいんですね、はい、9時半じゃなくて9時ですね、うん、明日ね、7月は普通に9時からお送りしますので、ぜひ皆さん見てください、見てください、よろしくお願いします。あのパールちゃんのイーモンハンター動画流す予定です。はいはい、林道湖に、林道湖編、ね、佐久間由紀ちゃんも一緒に、うん、そうなんですよね、取材に行けましたので、ちょっとね雨だったんですけどね、なんかアスレチックとか久しぶりにやって、ね、楽しかった、楽しそうでしたね、あの写真もね、見ましたけどね、時々やると面白い、あれさ、この年になってアスレチックやると怖くない？怖い、なんか割とねヒーってなるんですよ、恐怖心煽られるよね、そうなの、なかなかね、うん、大変だった。じゃあ、はい、愛花でね、あのこれどうなんだろうな、この時のこれいつのやつ、これあのマロニエの、あお結構時のですよ、それさアダプター外れた時のやつ、そうだねアダプター外れちゃったの、それも入ってるよね、確かにエフェクターのさ電源外れた、そうそうそう、音が出なくなったやつ、消えたっていうね、わお、あのそんなトラブルもある、愛花、これ名曲ですからね、実際ね、これ本気、これねライブの定番だからみんな覚えてくださいね、うん、ぜひあの、はい、この夏君一丁のライブでは、うん、これと上り流乱れ式演技があの割と乱発されると思いますのでいいあの皆さん今回は途中で落ちないで、これ最後まで聞いてくださいね、はい、これさ本気でやったら8分9分なる、長いんで、そう長い、いいです、このまま流します、ねね、これライブの定番なので、はい、皆さんぜひチェックしておいてください、よろしくお願いします。それでは、カモユゾの優しい人とはまた来週ということで、はい、明日はポンコツ TV ね、はい、9時からこの同じチャンネルで見ますので、よろしくお願いします。お願いします。それではこの後も来てる皆さん素敵な笑顔、バイバイ、ありがとうございます。
知ってることを率先してお願いしますね。知らない人も率先してお願いしますね。行くぞ。帰ったらまた聞いて今日という今日また思い出してください。ありがとうございました。